寺山観音寺、寺山観音寺は、栃木県や板市長井の寺山地区にある新聞州、地山派の寺院。高原山の中腹標高450メートル前後の、比較的高い場所に位置する。三号は、与楽山、陰号は、大悲神院。正名は、与楽山大悲神院観音寺といい、寺山観音寺は通称である。本尊は、千樹観世音菩薩。 自伝によれば、高原さんの和峰、剣上峰の頂上近くに724年、聖武天皇の直眼により、行基が建てた崩楽寺が始まりであるという。その後崩楽寺は803年代下により消失するが、この際、観音堂は焼け残り本尊は安泰であったという。806年、平城天皇の直眼により、徳市が本尊を、 現在の地に移し、七動伽藍を建立し、現在の寺山観音寺に至るという。本尊は秘仏であり、六十年に一回、甲子年の旧暦九月十日より七日間のみ、開庁される。正治二年頃、北京行園が入寺し、荒廃していた観音堂を中興した。寺山観音寺演技によれば、北京行園が荒廃していた寺山観音寺の観音堂を修造。 中高したのは昭和6年10月18日から昭和2年10月17日のこととしている。しかし、その演技では行演は北条時政により使わされたとされ、年代的に符合しない。その一方で、寺所蔵の木造行演奏図座像の体内の僕書名には、昭治元年日比10月18日はじめの 正治2年更新11月17日修理のなりと記されており、北条時政により派遣されたという伝承とも、年代が符号し、縁起に記された、中高年は、正治と昭和、昭和の年号が、何らかの理由で誤って伝わった可能性が大きい。寺山観音寺の縁起に次のような記述がある。寺山観音寺の周辺には、第一に、冷凍、第二に牛意し、 第3に、白土、第4に、赤根戸、第5に、青のり、第6に一度も盗賊が侵入しない、不思議、第7に、万阿彩家の水が年中耐えないなら不思議があると、伝えている。詳細には次の通りである。第1、冷凍縁起には、境内湯沢と、猿書に書病出所の冷水ありとあるが、現在の寺山高専のことである。 古くから風呂の水として汲まれ沸かして使われ、東山にやってくる修行者などに利用されてきたという。また、かつて、寺山地区では、益子焼きの釉薬が採取され、鉄分の豊富な水も湧いた。第二、牛石大道元年、崩落寺が、現在の寺山観音寺の場所に移転する際、解体した観音堂の材料を運んでいた牛が、 現在の寺山観音寺の場所で泊まり全く動かなかったので、それを観音様の意向と考えた人々が、そこに観音堂を移築して、現在の寺山観音寺になったという伝承がある。伝承では、この際、移築が終わってからも、牛はその地を全く動こうとしなかったので、観音様が永遠に自分の傍らに仕えられるように牛を石に変えたとされている。 それが牛石であり、現在も寺山観音寺の近くに史跡として残されている。第三、白土縁起によれば、境内の湯沢の上の方に白土が出るところがあり、昔から寺山の白壁などの材料として使われてきたという。第四、赤根戸縁起によれば、寺山の赤根坂というところに主土が出るところがあり、主印などに用いられてきたという。第五、青のり。 寺山観音寺の西北の山の沢に青海りが採れる場所があり、夏と秋の土曜の日にこれを採って食べていたという。縁起では特に炒めて食べると香味が比類なく素晴らしかったという。第6、盗賊不入縁起によれば、寺山観音寺は盗賊の侵入を許したことがないという。また、侵入した盗賊がいてもいかなる理由か不明だが、 寺山から出られたことが一度もないという。なお、縁起には、当縁起は、天明人員3月に再犯されたとあり、今に、イタリルの今とはこの時である。盗賊が入ったことがないのに、盗賊が入ったとしてもという話があるのはいささか、矛盾した話ではあるが、こうした伝承が残るほどに、寺山は、盗賊の被害が少なく、少なくとも演技が再犯された。天明二年三月までは、 そうであったと考えられている。第七、大野万阿咲家の水演技によれば、寺山観音寺を現在の地に移築した、徳一商人が観音寺のみたらしの池として、万事型の池を作り、万事地と呼ばれていた。池には、別細天を勘定した商社が建てられた。池には、盆の親茶器を払う力があり、年中水が耐えることがなかったという。 札書一覧下付三十三官論、古朱印下付三十三官論、下付国塩屋郡長井村、栃木県泉村長井釈迦岳、塩屋町上寺島にまたがる、日本歴史地名体系栃木県の地名の、観音寺の孔による。寺山観音寺、中堀像とは、仏像、心臓などの表面を平滑に仕上げず、飲み目を残して仕上げた像のこと。 文字通りなたを使って掘った像ではない。ありがとうございます。